から、まあ8時にやれない日はもうやめようと思ってたのね。でもなんかね、あのチャンネル登録者数もちょっと伸びてきて、なんか 6.66 万人は祝いたいなと思ってて、今日は大阪に行ってきました。なんでかっていうと、今日は元カノに会いに行ったんですよ。ちなみ先生のことを知らない人たちだとびっくりするかもしれないんだけど、これはもう本当に別にあの V 豚の童貞のクソどもに媚びてるわけではなくて、あ、ちょっと言い過ぎちゃったね。社会経験もろくになくて、女性経験もろくになくて、女性と喋った経験すらそもそも大してない V 豚のクソ童貞ども、あ、ごめん、こういう言い方が正しかったね、に別に媚びてるわけじゃなくて、本当になんか男の人と付き合ったことがマジでなくってイラッとしましたかわいそう